これは前回動画撮影中の出来事。このようにジエンアッシュが船体にめり込むことで、大きくずれる現象が稀によくあります。この状態になると激流層はほぼ当てることが不可能に。また船体との位置関係によりわずかに行動パターンが変わります。これを通称ジエン横ずれバグといい、トライGをある程度やっている方なら一度は遭遇するような事象です。今日の動画はこういったバグもあるという映像記録になります。どうもミミです。さて、このバグは通常と何が違うのかについて解説。まずは1点目。腹打ちスレスを阻止してみましょう。このように大空のスイッチから構内の距離がかなり遠くなり、着点を殴れる時間が減ったり、構内からの離脱までの時間間隔が狂うこと。まあこれはストレスにこそなりますが、クリアの成否にはさほど影響しません。次。激流線の耐久問題ですね。先も言いましたが、あの位置の次元に激流層を当てるのはほぼ不可能です。つまり、3種の防衛兵器のうち1つが封じられている状況下での戦闘になります。なのにあれだけ位置ずれしているにもかかわらず、次元のプレスや牙なぎは船の耐久を削ってくるんですね。さらに大砲も当てづらくなっているクソ具合。この点で難易度が大きく上がります。そして、行動パターンの変化。本来、次元は船体の前に来るとそれ以上の接近行動はあまり行わず、大抵牙なぎや腹打ち、じゃがいも飛ばし、方向を行います。ですが、このバグが起きると不定期に次元が猪突猛進してきます。別に攻撃しないならボーナスではと思われるかもしれません。ですが、この前進中は弱点の腹がずっとめり込んでる上に当たり判定を持ちながら移動しています。つまり遅延行動です。基本的に大半の方は装備作りのための周回で次元に行く方々でしょう。その時にこれをされようものなら大パンもやむを得ないのではないでしょうか。まあ私は大パン自体したことないんだけど。この動画はこれだけの情報を垂らしておしまいです。さすがに次元が船体に突っ込んで動かないバグは再現性がない。とりあえずトライGにはこういうクソバグもあるよということで。次回は水没林の裏世界にでも行くかも。以上でこの動画を終わります。みそっかすほど無益な情報で申し訳ない。ご視聴ありがとうございました。